こんにちは、ヤイロです、今日は、時計がない時計、ちょっとソーラーの充電が切れててですね、今日何日だっけ、1月の、17日ですね、17日の朝なんですけども、ちょっとね、まあ皆さんがこの動画を見てるのは18日の朝だと思うので、昨日の夜上げた動画、すごい重要なとこだし、今回のコメント読みの時もまあ疑問がやっぱ皆さんあるなと思って、この疑問に解決する動画はもうだいぶ前に撮ってたので、その動画をちょっと先に上げました。皆さんのね、このままじゃダメなんじゃないか、不安だなみたいな思ってる方もいるので、そういう方に向けて、本当はね、他に順番として上げようと思ってたのがあったんですけども、ちょっと順番変えました。急遽急いでというか、こっち上げた方がいいかなと思って上げました。その動画はまだこっちの方に反映されてないので、また明日読んでいこうと思うんですけども、先にまあ上げましたということで、お話でした。じゃあですね、2020年版法は最後の動画、厚いグリップを回すストレートアームで打てるのかみたいな動画のコメントで、金子さんからコメントをいただきました。これ夜中の1時半に上げたので、皆さん見てない方多いと思うんですけども、まあ、結構重要な動画です。伸びて愛の方がテコの原理で少ない力で強いボールが打てるので、伸ばして打つ方がエビデンスに沿っています。これが八広式テニスですということで、握りが厚いと肘を曲げて打つ人はこうやって背屈した状態で、肘を曲げて打つので、グリップがなんて肘を伸ばすとグリップ厚いままじゃこうなっちゃうから打てないんじゃないかと思う方いるかもしれないけど、こうすればいいよみたいな話をこの動画でします。手首の角度を変えてしまえばこれ打てる。で、この状態か、もしあれだったらこれでもいいですよ。ちょっと曲がってもいいから、肩が使える状態であれば、肘と体の距離があって離れたらいいですよって話したんですけども、確かに金田さんようにこの状態の方がグリップをこう落とすようなテコの原理を使えるんで楽なんですよ ね。丁寧に打ちたい方は、ぜひそっちの方がいいかなと思います。あとはその肘伸ばした方がかっこよくないですか？はい、もちろん状況によって曲げるのは構わないので、ベースが伸びてて、やばいと思ったら曲げれるっていう状態が、理想なんじゃないかなと思います。じゃあですね、ついに始動、2024年版フォアハンド、まずはここからっていう動画のコメントで、ツナさんからコメントをいただきました。これを待ってました。ドッグパッドの形を前腕ロックだと考えれば、以前の面後ろ向きタイプの前腕ロックよりもシンプルで速い構えができそうです。はい、これが僕の狙いですね。狙いというか、ツナさんの今言ってるのが、そう思っていただきたい。面を置き去りにグリップを先行させることで片視点で打てそうだし、ドッグパッドからボールに寄せていく必要もないので、インパクトだけに集中できそうです。ドッグパッドの位置や脱力感など自分なりの微調整をしてこのフォームを真似させていただこうと思います。ありがとうございました。ということで、そうです、今までがね、じゃあ工程が多いので、できない人がね多いよね。まあできない、まあ、僕が見てればできるんだけど、自分で練習するときできない方多いと思うんで、1、2、ここから実際3、4、5っていう感じなので、工程が多いからね、寄せるっていうのも、ラケット面がボールの後ろにあれば寄せなくてもいいと思ってもいいです。まあ、最初に寄せる意識が多分あった方がいいと思うんですけども、まあ、よりシンプル化されたと思っていいです。そうですね、まあ、僕が見てるお客さんもいろんな方に試したのもあるし、県外から来た方だったりも実際試してみていただくとみんなできるので、こっちの方が教える方もやる方も簡単だなっていうのが、率直な感想です。はい、いきなりこう2024年になった瞬間変えたわけではなく、実際には2023年の時点でいろんな方に実は試してました。その上で OK じゃないかなっていうのを採用したような感じです。じゃあジョンジョン日記さんからのコメントにいきます。頭の中で、毛糸が絡まりまくってるような感覚、ああ大変だ、2024年版うまくバージョンアップできるか心配、しばらく2023年版でいきたいかも、やっと慣れると、新しい方がいいのかな、やって慣れるとか、とりあえずやってみようかな無牛ってことで、とりあえずやってみるのであれば新しい方が番号少ないんで簡単じゃないかなと思います。ぜひちょっと試してみたいで、
まあ、試した結果多分こういうミス出るよねとかいろいろあるので、その矯正法だったり、注意点っていうのは動画いっぱい撮ってるんで、もう取りだめしまくってるんで、どんどん上げていこうかなと思います。じゃあ金子さんから、姿勢を良くして腕を伸ばしてやひろ式ですってことで、金子さんはやひろ式で頑張っていただいてる感じですね。ぜひ一緒に頑張りましょう。本当にこう皆さん頑張ってる方、まあ、僕はねそもそも見たことある方もいるし、こうやって金子さんみたいに見たことないけどやってますって方もね、見たことない方ぜひ見たいなと思いながらです、いつかお会いできるのを楽しみにしています。エムズさんから直球でご質問させていただいてもよろしいでしょうか。このヤヒロ講師の動画では前腕ロックはしてないということですよねってことで、前腕ロックはですね、この動画でしてたかな、この動画ではしてないかな。前腕ロックっていうね、その言葉が僕はあんまり好きじゃなくて、なんかガチガチに固めないといけない感じしませんか。それが一番嫌なんですけども。あとはその僕が、僕か、一応ちょっと先にご質問答えると、前腕の解内自体はします。するんですけども、行き切るまでガッチガチするわけではなく、両手でターンした後に、下向きの面になるまでが解内。で、実際解内もっとやろうと思ったら、こうできるんですよ。やろうと思えばこうできる。こうできるっていうのは、低い、これ僕イースタングリップですけど、低いところで、ぐーっとこう、やれば、後ろ向きにできるんですけど、これきつい。なので、1から2にかけて下向きになりましたと、さ、この場合って皆さんちょっとやってみてほしいんですけど、割と緩いと思う。緩い感じに感じると思う。だけどですね、この後、緩いからじゃあこうなっちゃうんじゃないかっていう不安があると思うんですけども、緩いので、関節のこの回線だったり手首の感じは緩く感じると思うので、この後握力をある程度固定しとけば、前腕ってあまりほどきづらいですよね。力を抜くとグニャってなるんですけど。力を抜くと二度引きとなるけど、力をある程度、今まで言ってたこれ折りですね、折り。指の折りを作って、このまま肩を動かそうと思えば、そんなに暴れる心配はないので。なんで、3番にかけて、かーいないってなったよ、みたいな、そういう意識ができれば。っていうのを多分昨日の動画で言ってるかな。言ってると思うので、多分もう疑問は解決したかもしれないですけども。じゃあ、フェザーテニスさんから、フェザーテニスさんなんかアイコン変わってますね。これボクシング。これあれかな？フェザーテニスさん本、ご本人様の、あれなのかな？ボクシングかな？ちょっとちっちゃくて見にくい。ボクシングですね。解説ありがとうございます。パワー型から、一手間減った感じで、こっちの方が簡単そうに思いました。私が楽観的すぎるかもしれませんが、次の練習でやってみますということで。多分ですね、今までと比べたら簡単と感じる方、形を真似するんだったら簡単と感じる方多いんじゃないかなと思います。ぜひフェザーテニスさんはできると思います。フェザーテニスさんはっていうかな、まあ、できる方多いと思うんですけど、フェザーテニスさん見た感じはできると思うので、ぜひやっていただけると嬉しいかなと思います。じゃあ、緑張りテニスさんからのコメントで、早速ありがとうございます。質問です。2から3にかけてラケット面を空間上取り残したまま腕を出すとは、ラケット面を2の位置に置いたまま腕を出すということでいいでしょうかってことで、そうですね。2の位置に置いたまま。横から見たときに、1、2、ラケット面を取り残して腕を出す。このときに空間上腕の隙間がなくなっていくような、この状態を作れれば OK と思っていいです。はい、じゃあです。元の質問が2から3にかけてラケット面を空間上に取り残した腕を出すとは、ラケット面を2の位置に置いたまま腕を出すということでいいでしょうか。そうですね。そのままでいいと思います。まあね、ちょっとね、言葉で、まあ、止まって打つならそうなんですけど、ちょっと移動が入ったりするとまた話も変わるところもあるので、まあ、そこら辺をまた話していこうかなと思います。まずはラケット面を空間上取り残して腕を出せるかなをメインですね。じゃあ、カズイスさんからのコメントでいきます。なるほど。よりコンパクトですね。ただ、前腕ロックがまだ身についていない方には、前腕がほどけないかと感じました。私もオンコートで実際試してみたいと思いますので。これさっき言ったように、前腕が、ほどけないです。ほどけない。ほどけないことはないですね。むしろこの後ろ向きでほどける人の方が多いので、さっき言った前腕をほどかないための一番のポイントは握力かな。握力っていうのはそのガッチガチの握力とかじゃなくて固定した握力。抜いて入れるとかなるとぐにゃんってなる人多いので、ある程度固定したまま
1,2,3,4 って打球できるかなと思って、練習してみていられるといいと思います。じゃあ関口さんからのコメントで、確かにシンプルですね、ただ3から打球が、難しそうですね、本当に意識して練習しないと前腕が暴れて2度引きの恐れも出てきそうです、横から撮影して空間上しっかりラケットが残ってるかが、肝になりそうですということで、まあ、この空間上ラケットが残ってるかどうかっていうのは元々の打ち方でも元々2023年版でも、まあ、同じこと言ってたので、まあ、やることは変わんないですよ、やること変わんないので、まあ、変わんない、まあ、正確にはもちろん変わりますけど、意識しないといけないところに関しては近い部分があるので、まあ、2番する時間がなくなったから楽になったなみたいなそんな感じで考えていただいていいと思います。それこそ僕がですねお伝えしたいフォアハンドってこれなんですよ。1,2,3,4ラケットが三角形に動いてるの分かりますか。今までは1,2,3,4,5逆三角だったのが三角形に変わったんだなぁと思っていただければ、もちろんこれラケットの後ろに行こうとするのを振り出すときにこうなる可能性あるので、最初は止めていいのでここから腕を出せるかなっていうのを丁寧に練習できるといいので、三角形スイングをぜひ試してみよう。なのでヤヒロのフォアは、胸打ちじゃなくなったと思っていただいて、胸打ちにこだわってはないと思っていただいていいと思います。SHTDI2009 さんから、コメントをいただきました。スイングがよどみなく流れてとてもナチュラルなフォームですね。私も含めて多くの人にとって2024年版の方が取り組みやすいのではないかと思いますので、僕もそう思います。基本的には取り組みやすさは上がったと思います。まあ、でもそれこそ さっき言ったように僕は別に胸打ちをしたいわけ、したいわけじゃないというかさせたいわけじゃなくて、胸打ちだけにこだわってボールが飛ばせない人も多いので、よりもっと楽にボールが飛ぶようになったと思っていただいていいんじゃないかなと思います。じゃあですね、フォアハンド完全版2の動画のコメントで、豊橋さんから切り返し動作はいつするのですかってことでコメントいただいたんですけども、これ完全版の動画なのでこれ強制法の動画ですよね。切り返し動作は、これですね、切り返し動作いつするんですかっていうのは、まあ、ちょっとこの動画は2023年版なんで何とも言えないですけど、新しい方は1,2ここにします。これ切り返しです、切り返しだけと思っていられる。まあでもこれ他のどうなの、はい、そんな感じで切り返しの話も結構やってるんじゃないかなと思うんですけども、じゃあですね、サブこの間違いしてる人本当に多いので気をつけてくださいっていう動画のコメントで、三重 Y さんから、コメントをいただきました。普段は違いますが、強風吹き荒れる日こうなっていたかもしれません。あ、テイクバックですね、テイクバックこう浅い、こうなると結構多いよね、こうしてほしいけどみたいな、これとこれの違い、これ浅くて背屈、深くて小屈、バスケットボール抱えた状態これにしたいなみたいな、この強風が吹いてるときにこの間違った方になりやすい、トスが流れるのでトスを低くて前腕だけでスイング、そういうときは吸収はスライスかリバースです、クイックサーブが打てればいいのですがってことでコメント入れました。トスが変化してもいいように回転サーブを覚えればいいんじゃないかなと思うんですよね。深く取った方がテイクバックが深い方がトスがじゃあ背中に行ったやべえと思ってもここで打てる、スピンサーブ打てる、トスが前に流れたと思ってもスライスサーブ打てるって なった方がいいので、トスが強風が吹いてるからトスをあんまり高くしないで浅いところで当てるよりも、強風吹いてるから深いところに構えといていろんな打点で打てるサーブを覚えた方がいいんじゃないかなと思います。クイックサーブを打つ必要はないです。マニュアル楽で、叩ける片手バックハンドっていう動画のコメントで、和井さんからコメント読んでいきます。ヤヒロコーチ、もし過去に同様の質問がありましたらごめんなさい。一つ質問させてください。当動画にて高い打点や下がった打点で頭や軸を、垂直に保つべく打球の直後に後ろ足と前足を入れ替える方法を紹介されました。
一方スクールにて同様の状況の時に頭や軸を垂直に保つために打球の途中あるいは直後過去足の入れ替えではなく前足に体重をぐっと移動して軸を保つようにと指導がありました。これ僕が言ってるのが深いボールが来たから後ろの足を軸にこうやった方がいいよって話をしてるんですけども、和井さんがスクールではコーチからこうした方がいいってやつ前に踏み込んで軸を保った方がいいってパターンって言われました。可能であればこちらの方が簡単に思えたのですが、本当に厳しいボールには、八広コーチの足さばきが必要な気もします。やはり状況によって使い分けるものでしょうか。ぜひ八広コーチのご意見をお聞かせください。どうぞよろしくお願いしますということで、これはあれですね、状況によって、使い分けた方がいいですね。僕がやってる方がより厳しい時です。相手のボールが、受けたことはないんですけどナダル選手みたいにブワーンってこうバック側に跳ね上がってきたってなった時にもちろん踏み込んで打てた方がいいですよ。踏み込んで打てた方がいいんだけど踏み込んで打つって難しいし怖いと思うそれ。特にノンプレッシャーな時は全然いい、失敗してもいいやと思って練習するのはいいんですけど実際の試合で緊張した場面でそれができるなら苦労しないよって感じなんで、それができない人のために相手のボールは厳しいと思ったら下がりながら打つことができれば楽に返せるよねみたいな、そんな感じで考えていただければいいです状況によって使い分けるのが正解なんだけど、より簡単というかこの技術を覚えるまでは難しいんだけどこの技術を覚えてしまえばより簡単だよねと思っていただけるといいんじゃないかなと思います。じゃあですね、軸の作り方これができないから永遠に安定しないっていう動画のコメントで、この動画はですね右の足を軸にこう打球できるといいよこれがこうなったらダメだよみたいな動画なんですけども XYZ17 さんからのコメントで、有益な動画ありがとうございます。自分の動きを見ると頭が動いていました、動画の素振りで練習します。質問です、両手バックハンド、ボレーサーブの時は、軸足はどのように意識すればいいでしょうかということで、コメントいただきました。一応じゃあバックハンドを先説明すると両手バックの場合、基本的に考えたいのは左の足を軸に右足を踏み込みました。最初は左足軸だったんだけどそこから右足踏み込んで右足を軸に右の股関節を回旋させます。これをベースにしといて相手のボールが遠いとか移動しないといけないときは左の足を軸にこうやってサイドステップをしながらいろんな方向に打てるという、前のボールはサイドステップじゃなくて走りながら打つんですけどでボレーの場合は外側の足、フォアでいうと右の足を軸に左の足と右腕をバックの場合は左の足を軸に右足と右腕をっていう感じで考えていきます。でサーブの場合は基本的に左の足を軸に打球した後左の足を軸に、バランスを取ります。今ちょっとパッと説明したんであれですけどサーブのねなんだっけなサーブ軸って調べたら出てくるんじゃないかな。サーブが一番大事かな、どれも大事なんですけども、そんな感じで、参考にしていただければと思います。なんでフォアほど頭が固定したまま打つことは他のショットはないかな。なくはないですけどバックハンドとか踏み込んだと止まったりしますけどフォアが一番軸が見やすい。移動がないんで移動がなくできるので、フォアの軸はすごい分かりやすいんだけど他のショットは移動しながら打つことが多いのでちょっと説明しづらいかなっていうところがあります。2024年初大会優勝なるかっていうのは松尾との決勝の動画で、スピリット S さんからコメントいただきました。優勝おめでとうございます。あります、柳川高校テニス部は全国からテニスエリートのみが集まっていると勝手にイメージしていますが、実際は名門高校野球部のように部員がたくさんいて超全国レベルからそうでない選手まで様々なのでしょうかってことで、僕の代で言うとちょっと今パッと思い出しますね。新潟、東京、大阪、沖縄、宮崎、佐賀、愛媛、神戸、あとどこあるかな、
今ちょっと、まあ、パッと思いついただけでも、あの、僕の代が15人弱いるんですけども、15人超えるかな、まあ、いるんですけども、ほとんど県外ですね。ほとんど県外で、僕と松尾と、あの、安徳ってもう一人いて、1、2、3、あともう一人いたかな。4人ぐらい福岡。ああ、国森も福岡か。国森って僕の動画よく出てくるんですけど、国森見せたら福岡の中で超エリートですけど、もうほとんどが県外のナンバーワン。ベスト4以上は多かったかな。なんで僕がもう入学した時はもう、同級生にも、もちろん1ゲームも取れずにボコボコにやられるみたいな、そんな感じなだったんですけども、で、松尾はどっちかというと僕と一緒で、軟式上がりから、あの、高校に入ってきて、あの、ボコボコにみんなにやられつつも、あの、歯を食いしばって頑張ってきたみたいな。で、大体ね、そういう人は辞めるぞ、ね。あの、僕もあの、最初辞めそうだったね。ほんともうこんなあの、同級生にも馬鹿にされて、ボコボコにやられるのはもう嫌だって言って、あの、辞めたいって親にも言ったことあります、最初に。でもそっから、そのね、あの、もう今は苦しいのは、後の財産になると思って、頑張るっていう方で、頑張ったんですけども。まあでも様々ですよ。様々なんだけど、様々、その、軟式上がりとかで続けていける人は少ない。ほとんどやめます。だけど、まあ僕とか松尾とかみたいに、軟式上がりだけど、ついていった人は、未だにこう、楽しくやってるみたいな、そんな感じですね。じゃあですね、あ、同級生、韓国人もいましたね。韓国、熊本、他にもいました。そんな感じ。じゃあ、どうでもいいですけど。じゃあ、構えの基本、何が基本っていう動画のコメントで、最後コメント、宮柱さんからコメントで読んでいきます。質問、構え方グリップにつきまして、やり心地、毎日の配信お疲れ様です。あります。今回もメリットとデメリットの比較、動作の割れや重みの流れなど、やひろテニススクールでしか教われない内容盛りだくさんで、またまた理解が深まりました。ちなみに僕にとっての今回の一番の学びは、一瞬の精度が、あ、精度じゃない。一瞬の静止が、力を抜いてくれるという説明です。というのも、今まで僕の中では、いかなるショットでもラケットは滑らかに動かし続けなければいけない、ならないと思っていたので、この固定概念が、壊れて嬉しい限りです。この固定概念壊れた時が一番成長できるんですよ。さて質問、一つ質問させてください。少し前の八尋コーチが何かの動画で、僕はフォアのグリップで構えているので、バックのグリップで構える感覚がわからないんですよね。ただ、そっちのタイプの方の気持ちもわかりたいので、また考えていますっていう、ことをおっしゃっていたので、また、考察でき次第で構いませんので、続報を楽しみにしております。ちなみに僕は状況や気分によって両方ともやっていますってことで、コメント入れました。あの、フォアのグリップで基本的に僕は構えてて、バック、あ、フォアに来たら握りは変えずに打って、バックに来たら握りを変えて打つんですけども、たまにこうバックの握りで構えてて、フォアに来たら握りを変える人とか、コンチエンタグリップで構えてて、フォアもバックも握り方変える人いますけども、まあ僕的にはね、やっぱフォアで構えた方がいいんじゃないかって思うんですけども、まあ他の方の気持ち分かる必要があるから練習しますって言って、まだやってないですね。そういえばやってなかった。あの、完全に忘れてました。宮下さんのコメントで思い出したので、まあちょこちょこ試してみようと思います。僕はもう絶対フォアかなっていう感じです。今のところですね。じゃあそんな感じで、今回の動画終わります。また次の動画でお会いしましょう。いいねとコメントと、チャンネル登録お願いします。じゃあそんな感じで終わります。ありがとうございました。あなたのテニスがより早く効率よくレベルアップできるようにと思い、オンラインレッスンを立ち上げました。今ですね、毎月、いろんな県から、福岡の方にレッスンに来ていただいている方が、たくさんいます。で、そういう方はですね、どうしても、あの、予定を組んで、福岡まで来て、レッスンをしてっていう、あの、時間とお金がすごくかかるんですよね。なんで、そういう方を救えたらと思って、始めました。今、全国には、あの、たくさん、悩んでる方がいます。テニスもっと早く上達できないかな、今自分はどういう状態なのかなっていう方たくさんいるんで、そういう方を救いたいと思って、作ったので、気になる方は、詳細はですね、概要欄に載せてるので、ぜひ見ていただければと思います。ざっくり言うと、フォアハンドならフォアハンド、バックハンドならバックハンド、まあ、サーブならサーブ、何でもいいですけど、一つのショットを僕に動画で送っていただいて、課題を伝えます。で、課題を伝えて改善するためには、どうしたらいいのか、練習方法などでも、お伝えしていこうと思っているので、まあそういう形を、取っています。本気で上手くなりたい。もう自分は、これ以上レベルアップできないかなとか、自分一人でどうやったらレベルアップすればいいんだっていうのが、わかんない方たくさんいると思うんで、そういう方を救えればと思います。
はい、そんな感じで、気になる方は、僕にご連絡ください。以上です。ありがとうございました。